日本郵政公社の民営化で社員総数24万人に上る JP ジャパンポスト日本郵政グループが誕生し、全国の郵便局で今朝から業務がスタートしました。グループの持ち株会社である日本郵政株式会社では、西川義文社長や小泉元総理大臣らが出席して発足式が行われました。この民営化が実現したということは、国民の支持があったからこそだと思います。日本郵政グループは手紙や小包を配達する郵便事業会社、郵便貯金を引き継ぐゆうちょ銀行、簡易生命保険を引き継ぐ官保生命保険、そして他の3社の窓口業務を請け負う郵便局会社を傘下に収める持ち株会社です。民営化を記念して明治時代の郵便局の風景などをモチーフにした2種類の切手が発売され、東京中央郵便局では窓口の混乱を避けるため、通常の営業時間より1時間早く販売を開始しました。販売開始から40分以上経ったんですけれども、民営化の記念切手を求める人の列がまだこんなに続いています。また午前9時からは通常の窓口業務が始まりました。郵便物やゆうパックなどの料金に変更はなく、購入済みの切手やはがきも使用できますが、銀行の払い込み手数料などは実質値上げとなります。なんか今度手数料がだいぶ上がったんだね。だからこれはまあ民間と政府との違いだよね。あまり本当に営利を表に出さないで、やっぱり庶民のサービスに尽くしてもらいたい。ゆうちょ銀行と官保生命保険は今後住宅ローンやがん保険など新たな業務にも参入し、民間企業との競争が始まります。